まあ、こんな感じでどんどん進んでいくんですけども、あ、帰ってきたよ。ラセット・ピーターズ、ここに入っといてもらおうかな。こういうムードが大切です。ムードが上がると、まあ、元気になって帰ってきてくれますね。うん、春ですね。若いジャガイモたちの声がアクション。あとはどうするかな。まあこんな感じでずっと続けていくわけなんですけど、他にもまあ契約とか、まあ、バイトみたいな感じなんですけど、まあ欲しがってる、まあ、武器とかを引き受け、クエストを引き受けてクリアすると、まあ、報酬のスターチがもらえるとかっていうのがありますね。はい。うん、まあ懐かしい感じで、ここからは割と繰り返しな部分も多いかなっていう感じはします。まあ、給料がねだいぶ高いんで、さっさと作らなきゃな。お店のプロフィール、お店の進み具合、あ、なるほど、こんな収支報告みたいなのもあるのか。データ進行度、達成したゴール57分の44。あ、あれでもこれ結構終わりじゃないけど、そこそこ進んでるんですね。ロック解除したエリア22分の15ってことなんで、だから次のワールドぐらいで終わりなんですかね。割と終盤というか後半の方に入ってるみたいです。それは気づかなかった。ちょっとこの辺の研究とかもしようかなよ。で、研究してる間は、まあ、このポタドスのミッションとかやりながら過ごしたりするもんですかね。よし、ちょっとポタドスのこのフェーズガンを作るか。多分そんなに人いなくても作れると思います。魔法と、まあ、精度の時点でもうかなり磨き上げられますもんね。はい、これもう出来上がってます。まあ、この辺クリアする。あ、流行り病、感染したジャガイモに炭水化物オンリー大引き起こすウイルスが現れた。ショットガンを待て。炭水化物オンリーダイエットって向こうの国でもあるんだな。そうか、まあ向こうの、そうですよね、まあ世界で流行ってるのがこっちに来たりもしてるわけですもんね。しなびた小さなジャガイモが遊びに誘ってきた。このジャガイモはただの子供らしい。うわ、汚い子供。あ、怒られた。ちょっと逆にそっちのダメな方の選択肢かなと思ったらダメでしたね。小さなジャガイモは武器ラックにぶつかりながら涙をこぼして走り去っていった。それはひどいことをしたな。うん、ということでポタドスのフェーズガンが出来上がりました。まんまですけどね、これ大丈夫なのかな。だいぶ時間かかったけどようやくフェーズガンができたよ。これでどうかな。ポタドス、これやりましたもんね。次クレイトスさんですかね。感心した、武器は使用通りだ、間違いが 0.283% あるが許容範囲だ。科学としては、そのいつも言ってる科学ってやつは何なの。ジャガイモの理解を超えることだ。実験研究、うん、ジャガイモが霜に耐えられるようにしてくれたらとってもありがたいんだけど、うん、それこそまさにアルトラス研究所でやってることだ。そうなのか。うん、ありがとう、ジャガイモ鍛冶屋、料金を支払おう。研究所に来ればいい。臨床実験の被験者が足りない。参加するとケーキがもらえるね。あー、ケーキ大好き、行ったら君を訪ねるよ。へへへ、待っている、科学のために。まあこれはあのポータルですね、元ネタはね。はい、あ、伝説の武器商、へえ、伝説のヒーローはご来店。あ、店で針を鍛えられるようになりました。まあ研究することで新しいね武器を、手に入れることができます。新しいヒーロー、クラジャガイモ、ちょっと頼みがあるなら聞いてもらえるか。うん。お前が武器を作るって筋トレしてんのか。筋トレこそ人生だ、この筋肉を見てみろよ。確かに上腕二頭筋はすごいけど足の筋トレはサボったね。剣だけ作ってもらってこれっきりにするよ。設計図はこれだ。すごいへこんでる。ババ。パワーリフトチェーン、本当に筋トレにハマってるんだね。うわ、重い、設計図を持ち上げられないよ。武器を頼んだぞ、がっかりさせんなよ。うん、クレイトスさん、まあ僕この元ネタになったゲームをやったことはないんですけども、ゴッドオブウォーかな、引き受ける。
またプレイしてみたいですね。まあこういうところに出てくるってことはまあ名作だったということでもあるので、よっ、まあ、クレイトスさんのパワーリフトチェーン、あ、攻撃力1250は結構高いな。作れるかなこれ。ちょっと頑張ってみるけど、よっ、攻撃力ブースト、よっ、最初に534、あ、全然大丈夫だな、心配することはなかったぜって感じです。ただ力を鍛えるやつがあんまりいないのがこの攻防の問題点ですね。岡崎正宗も入ってもらうか。あ、でも多分もうこれはエンチャントでどうにかなりますね。だからまた研究と同時並行しながら作っていきたいと思います。よっと。で、このクレイトスの後を見てないかな？多分。あ、ちゃんと超えてきたな。大丈夫だ。よし。オッケー。これやばい剣だね。いいね。プロテインを飲んで体にご褒美あげとけ。デザインはね、全部可愛いんですよね。バッチとかあったら欲しいですからね。ホーリーポテトーズのグッズみたいな感じでね、バッチがあるとちょっと欲しいんですけど、早速この剣振ってみろ。グッ、うお、この剣重いな。筋トレしてんの？煽っていくなあ。ギリシャ心臓、伝説の武器賞トラベルパスを1受け取りました。あ、この後は来なかったか。なるほど。お店アップグレード、これもしかして武器賞ってのはなんか飾れるものなのかな。あ、あった、火事のスピード、あ、ポータルがついたぞ。おお、すごいすごい。ってことはこれもあるはずだ。おお、クレイトスの像、かっこいい。効果も高いぞ、 3% ぐらい。ちょっといい感じですね。このなんていうかいいですよね。数々の英雄が訪れた店として名を馳せていく的な感じで。よっと。じゃあ岡崎正宗は、よっ、この辺に。バルクボーガンも、レベル7のやつは、ローラクラフトだけか。まあ、クラスチェンジして、さらなるステップアップを目指したいところなんですけど、攻撃力がな、高くないと辛いものがあるかもしれないっていう感じはします。ピストルとかもありましたね。うん、これは剣の方なんだな。針、まあ、すぐ作れそうだから作っとこうかな。スピードと攻撃ですね。ああ、あとこうやって飛び込みのお仕事が時々やってきて、何ですかね、武器の要件を伝えて、それに見合った報酬をくれるイベントとかもあります。意外と名声の報酬値が高かったりするので、うん、そうですね、積極的にクリアしていきたいなと思ったりもします。まあ今回は称号に性格っていうのがついてる武器をくれっていうことだったので、性格のエンチャントメントをして、探検を作っています。武器の配達、まあこれで OK っていうことですね。はい。で、クリアするかな。よし、これなんだ、あ、伝説のヒーローがご来店、来た、ニャンダルフ。これは指輪物語的な何かかな。失礼、こちらは鍛冶屋だね。そうだよ、あなたは3日前に来るって言ってた魔術師さん。そうだ、私が灰色のニャンダルフだ。遅いよ、猫の魔術師が遅れることはない、早く来ることもない、行った時間ちょうどに現れるのだ。うん、前へ出ろ、電子レンジの電磁波でマッシュポテトにしてやる。ビビビビ、新しい杖がいるのだ。あ、冷静になりましたね。ニャンダルフか、僕を攻撃しようとしてよく言うね。鍛冶屋のレイヤー級、私が魔術を使うとこうなるぞ。こりゃ驚いたジャガ、どうしてこんなに大きくなったのか。分かったよ、杖を作るから電磁波かけないで。年老いた魔術師は簡単に切れてしまうんだ、悪気はない。あ、それに料理するならお前より大きなジャガイモがある、私は指輪を探しているのだ。
指輪、リング、オニオンリング、玉ねぎらなら隣町だよ。世界に破滅をもたらす悪の指輪を探してるんだ。なるほど。破壊はドワーフのジャガイモにやらせるつもりだ。あいつならちゃんとやってくれるだろう。それってジャガイモ・オブ・ザ・リングスのストーリーじゃない？いかにもジャガイモの勇者が焚きつけて指輪がもともとあった加工に戻すのだ。そのまんまなんだな。ジャガイモのワーグ。それで杖を作ってくれるか？爪と義棒を作ります。あ、爪と義棒が欲しいんだ。うわー、これ結構きついな。スピード1313、魔法2100ってのは相当厳しい。多分クリアできないだろうな。作れないと思う。2000 多分無理だと思うけどな。誰か外注してみるか。外注してブーストをかけてみるっていう手はある。2600スターチか。ちょっと外注してみます。どれぐらいかかるのかな。あ、もう1100もかけてくれてると。なんだっけ、ちょっと待ってね。ちょっと待てスピード1300だから、スピードが高いやつこうかな。で、魔法が高いやつはちょっと待って、慌てるな。こっちか。あんまり魔法高くないけどな。でも魔法はなんとかなりそうな気がする。スピードを1300、いけるかなこれ。ちょっと待って、ジャガマル頑張れ。多分魔法はクリアできるはず。いや、魔法がクリアできないと厳しいか。待って、オッケー、スピード1360にいってるから、魔法エンチャントメントすれば作れるかな。いける。魔法の230で十分だと思う。爪とぎ棒、あ、噛んじゃった。爪とぎ棒完成。どうぞ、史上最高の爪とぎ棒ができたよ。まさに白の魔術師が持つにふさわしい一品だ。他の国に戦争をけしかけないと。ナズジャガはうずうずしているからな。あと骨と皮のごくりジャガもな。気に入ってもらえてよかったよ。ヒーローが戦いたがるのはどうしてなのかな。我々全員を集めても愛に満ちた世界で生きるお前の方が賢く強く勇敢なのだ。なるほどね。スターチを支払おう。愛と勇気が大切ってことかな。名声も500もらいました。いい仕事ですね。あ、一つ指輪の絨毯、ちょっとかっこいい絨毯がもらえたのかも。絨毯、床ですね。多分ちょっとステータスもいいはず。おお、鍛冶屋の攻撃力プラス 11%。 ちょっとかっこいい。なんかコンセプトがごちゃごちゃですけどね。はい。で、ジャガマルに餌をあげて、多分結構武器は作ったので売りに行けるかな。あ、いろいろ作ってるな。3つぐらい持って行ってローラクラフトに売ってもらいましょう。で、その間に研究もいろいろまだやれるやつがあるので、手裏剣みたいなのもある。マサムナに任せよう。そうですね、スターチもちょっとだけ余裕が出てきてるから、誰か雇ってみてもいいな。ソーシャルメディアで求人広告でも出そうかな。あ、売ってきてる。どうしようかな。じゃあバットジョジョに渡すか。はい。アイトパイレート、はい。で、味噌スラッシュ村、はい。名前が複雑だな。まあ、誰かやプラスで雇うお金はなくはないけど、もう少しこの6人で頑張っていくか。よっ。24,000 スターチですね。まあ、これで1ヶ月分の給料は稼げてるかなと思います。あとはお店アップグレード、飾り、エンチャントメント、工房、あ、これも
4つにできるのか。あ、なるほど、4人座れるようにできるわけね。まあそうなるとやっぱりもう1人人手が、2人ぐらい人手があってもいいかもしれないとなんとなく思います。エンチャントメント、環境ですね、環境用品。ホットココアに、手にホットココアを手に集まろう。暖炉ちょっと買ってみました。お金が結構入ったので、上のボタンを押すと犬が発射されるよ。ちょっと面白そうだから買ってやろう。じゃがまる入れて上のボタン押せばいいのか。よっ、あ、別に何も起きない、詐欺だ。よし、じゃあ岡崎正宗が研究を終えてるので、そうですね、まあこんな感じでずっと続けていくわけなんですけど、上のボタン押してもジャガマルが発射されない。もうちょっとなんかポンって出てくるのかなと思ったけど。鍛える、あ、でも餌箱がちょっと豪華になってる。なるほど、こういう細かいところも変わっていくわけですね。なんかあと2人、お店の広さ的には雇えるんですけど、雇ってみたい気もするな。あ、チケットが8枚もある。事業拡大、4枚必要、11枚必要、8枚必要。ほうほうほう、じゃあせっかくだから8枚の方にしとこうかな。よっ、先に8枚の方をアンロックしてしまうという、スノー温泉をアンロックしました。で多分ここに行くとまた探検では違うものが手に入ったりするんですよね。であと違う人たちもいます。ちょっと変わった人たちがまた来るわけですね。ダンノマクロード、ジンドラゴンウォーリアー、シルビアスペルショット、グロールオーガマイト。まあこれでまたこいつたちに、このジャガイモたちに、武器を売っていくっていう感じになっています。研究もしておきます。はい、まあ、またね続きやっていきたいと思ってますけれども、そうですね、イベントが起こるまでは、うん、まあ武器作ったり売ったりしてるだけといえばだけなので、割とカットも多くなると思いますけど、また最後までねストーリー見ていきたいと思ったりもしてますので、またよかったら動画見てくれてる、出ると嬉しいです。はい、ということで今回は、ホーリーポテトズアウェポンショップ動画ここで一旦終わっておこうと思います。今回も動画見てくれてありがとうございます。うん、新しいエンチャントメント手に入ってる、プラス1040、すげえ。アクション繰り返しとこう。プラス1040か、かなりレアアイテムだったのかも。520しか見つからない。はい、ということで今回はここで終わっておきたいと思います。ではまた。